森先生もいいですか。はぁ はい、お願いします。はい、今回は体重移動。はい、あ一個前の動画が壁のところで、そのフィニッシュの時に左足の、はい、かかとの外側、はい、話したと思うんですけど、フィニッシュの時の左足の体重の乗せる位置がポイントです。どこっていうと、ここ要はかかとの外側っていう感じ。こう4つに分けて、つま先の外側、内側、かかとの外側、内側だったらかかとの外側のみ、そこにかかってるかどうかです。はい、そうそう、じゃあテイクバックの時にどうなってるのかなとか、まあ、トップの時にどうなってるのかなって、はい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 、ちょっと気になっちゃいまして。ほうほうほう。なるほど、はい、了解しました。すいません、ちょっとそれを今日はちょっと体重移動なんだけど、はい、それも右から左は誰だって分かってると思うんで、あよくありますよね。もうちょっとその、はい、細かく教えていただけたらなと教えていただけたらなと思います。はい、お願いします。体重移動はまず簡単に大きく分けていくと、まあかかとかつま先とかそういう話ですね。二分割しますと、で上げていきましたっていう時は右のかかとの左のつま先だ、こういう状態ですね。ちょっと待って、もうよく分かんない。上げていきました、バックスイングしますっていう時は体重の乗せる位置は右のかかとと左のつま先だ、簡単にこうですっていう感じ。むず、はい。でそれが振っていきますって時に入れ替わりますっていう感じ、うんうん、でその動きをしてる時のこの骨盤の動き見てもらうと分かるんですけど、それで腰が回りますよっていう感じ。つま先つま先とかかかとかかとってなると基本的には腰は絶対動かない。間違ったやり方なんですけど、はいはい、僕はバックスイングの時は 右足の内側全部ですね。そう、上げないです。ああはいはいはい、こうじゃなくてね、つま先の内側も含めてってことですか。いやだから間違った例で、間違った例で僕はそうだったで、そっちはさっきもお話ししたんですけど、はい、つま先上げられないんで外側ですね。ああはいはいはい、もうこれね、もう右左っていう、こうしてこうだ、こうしてこうだ。そう、そう、 うまいです、再現できてる。こうしてこう、まあ、間違ったやり方なんですけど再現できてる。あでも内側っていうのはい、あ合ってるかなと思います。外側にすると逃げます、力が。そう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 、それは合ってると思いますよ。ただそれがかかとの内側に行くか、そう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 、全部になっちゃうか。でも全部になっちゃうと膝内側に入っちゃうんで、でも力が伝わらなくなっちゃう。あとで腰が回しづらいですね。回そうとすると、でその入れ替えができないとそうなっちゃうっていう感じ。なるほどね。だまあもっと細かく4分割するんだとしたら、バックスイングトップは右のかかとの内側。バックスイングのルトップはかかとなんですけど、もっと上級者編だとしてね、こうさっき2分割だったじゃないですか。ピーってこうやってつま先かかかとかみたいな。でそこになおかつ、じゃあ前と後ろでも外と内があるわけじゃないですか、うんうん、それを言うんであれば上げてった時は右のかかとの内側、ここ、ここ、まあ左のつま先はそんなに体重乗らないんで、うん、まあつま先と思ってもらえばいいかな。で振ってった時に、まあ、前回の動画でもお話ししたかかとの外側、左かかとの外側に持っていきますよっていう。極端な話、うん、ちょっとアドレス取っとく、はい、今はベタベタってベタベタって感じなんです、はい、ベタベタ、そうです、ベタベタで真ん中、はい、一気に体重移動だけでいくと一気に右足のかかと内側に持っていくんです。あ、そうです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 。ただこっからいきなりガッてはダメ、乗せられないと思うんで、まあ、徐々に、そう徐々に乗せていく形になるかなっていうか、いきます。でインパクトだとインパクトで戻って、はい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 、この形に来ます。はいはいはい、
っていう。じゃあトップまでは徐々に右足かかとの内側に持っていって、うん、そうで切り返しからは今度逆の左足かかとの外側に持っていく。そうです、そうで、あとは振り切る、っていうか、それが正しい体重移動。だから体重移動って足の裏のどこに体重乗せるかで腰って自然と回ってくるんで、その正しい体重の乗せる位置に持っていかないと腰回そうと思っても回らないんですよ。教えてもらう順番だったかもしれないですね。足の動きから先に習ってれば勝手に腰は回ったかもしれないです。だって僕の今のやり方だと腰回せって言っても回せないじゃないですか。回せないと思う。でも私がその教わってる塩さんも言ってました。足の動きって一番大事だって。手の動きよりも。そうなんだと私も思ったけど。さあ、レッスン50本ぐらい多分取ってると思うんですけど、いや一番大切なのは50本目に来るのをやめてもらいたい。いや言われた。私も今ほら修行の身だから。私の師匠がそうって言ってた。今度から師匠呼ぶわ。ぜひ。超怖いけど、はい、じゃあちょっとここから足の動きが見えるんで、はい、です。今日も成長しました。頭の中だけね。ちゃんと練習してくださいよ、マジで。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じで何でも答えてくれますんで。はい。ぜひぜひお願いします。待ってます。はい。ありがとうございました。